でも6月のさ、はい、26に、はい、ベガが、あ、今月か、あれ来るらしいね。おい、じゃあそこでパッチがワンチャンあんのかな。そこについては何も言及されてないよね。ない、パッチが来るのかどうか。てかそもそもあのキャラ4キャラやばくないですか、出るキャラね、あれね、そうだよ、 やばいですよね。そう、俺ね、分かんなかったでしょ、誰って。いや分かりました。いや、あのキャラはいや、トバンガで教えてもらったテリーボガードと、テリーは分かるけど、あとマイさんね。そう、マイは名字は白石。あ、惜しい惜しいでもさ、いや、すごい惜しいんだけど、はい、白石ではない。白石じゃないか、あの世界観で。まあ、確かにな、白崎とか。まあ惜しいね、白は離れた方がいいんか。いや、白は合ってる、白は合ってる、はい、白は合ってる、はい、白石が、そう、まあでも惜しいな、まあ 俺そうそう、それしか知らんのんで白石舞、白石舞参りますっていうことだよねそうそうそう、知らぬいです。あ、知らぬい、あ、まあ確かにドカベンにいたでしょ。あ、いましたね。そう、知らぬい、知らぬい、確かにいましたね、いましたいましたいました、知らぬい舞と、はいはい、あとはテリーボガードです。テリーボガードですね。で、エレナ、これはでも孫さん来てからの方がいいのかな。あ、まあまあそうですね、詳しいんで。テリーちょっと孫さん全然来る気配ないけど、ね、全然終わらないですね。まあそうだから KOF ですよ。そう、来ましたもんね。これがまあなんか話聞いたところによると、はい、カペス1、はい、カペス2、そして SVC カオスっていう、はい、まあ、カペスの逆バージョンね、 SNK が作った。ああ、なるほどなるほど、カプコンとのコラボで、はい、もうそれでもう今後はコラボしませんみたいな空気感だって聞いたの。はいはい、で俺もそう思ってた、少なくともスト4スト5の時に、はい、それがまさかこのタイミングで破ってきましたね。そう、だからまあプロデューサーさんとかも変わって、まあそうっすね、変わりましたね。で、まあここはもう一回握手するっしょみたいな感じで、多分やったんだよね。これだけその今後他のタイトルとのコラボも全然ありますよね。鉄拳とかあるね。他なんかある、まあ、ドラゴンボールとかもあったりするんかな。じゃあドラゴンボールはないね。ないか、まあ、まあないけど難しい、難しいか、まあ、ギルティとか。ああ、そうそう、ギルティとかあるんじゃない、うん、本当にそこら辺でなんか鉄拳あるかもしれないですね、うん。まあ、ちょっとあれだね、シーズン3以降にも注目っすよね。注目が集まる発表だったね。うん、まあ、でもシーズン1シーズンで、キャラクターは4人、4人ですね。4人で行くのかな。これワンチャンどっかサプライズ入ったりするかも。いや、分からんすよ。バイパーとか。バイパー、俺は最後までバイパー押すっすけど、うん、エボとかで、ね、うん、なんかね、あるかもしれんし。まあでもキャラクター作るのって結構大変で、大変ですね、今のところなんていうの、バランスもね、丸くはなってるから、うん、バランスも重視して作られてるタイトルだと思うから、まあ4キャラぐらいになっちゃうのかな。まあまあそうですね。うん、でエレナとかもどうなるんかっすよね。確かにエレナって、はい、なんていうの、その我々すごいプレイをしているプレイヤーからすると、うん、まあ、ちょっとスト4の後期で悪名高いプレイヤーっていうか、はいはいはい、ちょっと、まあ、強かったし、うん、変な特性だったから、うん、回復したりさ、はい、しますね、試合終わんねえよみたいな。そうキャラだったからどうなのかなと思ったんだけど、キャラクター人気としては高いですか。あれ高いっぽいね。へえ、じゃないと出ないでしょ。だってベガはさ、まあ、誰もがさ、まあまあ、スト2からいて、うん、ラスボスでいてさ、はい、で他の2枠で KOF ってなって、あともう1キャラしかいないわけじゃない、うん、はい、そこで例えばなんかさくらとか誠とか、ね、誠とかっていうのは、はいはい、結構言われたけど、それを抑えてのエレナってことはどうなんですか、人気投票的には。下だったって書いてあります。え、下だった。なんか世界観に合うんですかね、エレナが。何かの布石かもしれないですよ、これストーリー的に。ストーリー的にサードマークだから、サード、そうだ、一番、そうだよね、一番時系列的に6は今までで一番新しかった。新しい、そう、サードの後だから、うん、サードのキャラクターが結構出るんじゃないかと、うん、で、ネクロは、あ、アフリカ向けのキャラなんや。あ、確かに今までアフリカのキャラクターってまだ出てないのか、6には。アフリカ出身のキャラってエレナ以外におるんですか。今までいたかな、あんまり、あんまり知らんな。確かにそう考え、やっぱりそうだよね、いろんなゲームの中とはいえいろんな地域のキャラクターがいると。この今回のヒーリングどんな感じになるのかね、ちょっと考察しようったんですけど、うん、もし体力回復するんだったら、前に歩くんだったら回復しますよ。リジェネ的な。リジェネ、リジェネって分かる。あ、ファイファンのやつですよね。そう、分かります分かります。発動して前に入れると、前に歩くと、あの、回復していく。その分ちょっとまあリスクありますよっていう感じ、はいはい、
あんの、まあ、ありそうだよね。うん、ドライブゲージ回復とか。いや、各アーツを想像するだけでな、楽しみだよね。あれ順番通りってわけじゃないのか、ベガが。いや、順番出とったっすよね。最後が知らぬ今井っすよ、確か。へぇ、エレナです。最後はエレナ。じゃベガ、テリー、はい、知らぬ今井、エレナ。エレナ、これちょっとね、そう、これちょっとね、あれなんですよ、ここ違うんですよ。このほら、エレナが最後になってないじゃないですか。これ逆になってるんですよ。ウィンターの後にスプリングじゃないですか、本来は。あ、なるほど。これ2025ウィンターってことは、2025の豪気の年始っていうことで、年末じゃないよね。これでも年末だったら、とんでもないことになるで。いや、俺これ見た時に、もう来年の12月まで4キャラなんやと思って。そんな、低愛グループみたいなことやんないよね。これでもちょっと見方によってはそう見えちゃうよね。いや、まあそう、俺最初そう思ったんで。こういう順番で、すごい。2025の冬まで前でつなぐの大丈夫だよ。これはだから、マイが前に来て、エレナがその次。そうですね。いや、でもケリーマジ気になるな。ケリーは、まあ、僕だけあんま見たことないんですよ。その絵はね、あるっすけど、うん、対戦してるところ、テリーが、テリーが対戦、まあ、そのマイもそうじゃけど、まあ、ないんでちょっと楽しみっすよね、うん、どういう技。テリーはね、やっぱいろんな技があるし、はい、でもちょっとこの時代がいつなのかっていうことよね。これさ、思いっきりこの絵を見ると画廊2ぐらいの、でもちょっとなんか悪そうな顔してんだよな、テリー。本当は優しいやつよ。ああ、はいはいはい。こうやってあれなんですか、やっぱメトロシティにちょっと関係しとんすか、テリー・ボガルとかって。なんかそのね、もう完全に違う会社だから、全く関係ない。なるほど。なんかぽさはな、あるかなと思ったけど。うん、まあ、一時期ちょっとあの、お互いのキャラをかぶせ合うみたいなのが、一時期あったりしたんだけど、はいはいはい、それともまだ、そうなる前の、うん、ザ・SNK の格闘ゲームを代表するキャラクターなので、これまた、量とか入ってくるとね、なるほど、量。わかる、量とか、ユリとか。量坂崎。そう、ダンじゃねえかみたいな。技あったりするの。ああ、へえ、ちょっとまたややこしくなってくる。なるほど。まあまあ、やっぱテリーだよね、まずは。いや、楽しみだな。テリー結構変わってましたね。まずあのね、足も速かったし、ベガ、うん、ラッシュも速いし。ってことはだ、ベガってさ、基本的にそのイメージとしては、はい、足速いキャラクターだったの。あ、そうなんす。5まで。ああ、まあ確かにな。はいはいはい、5が出てくるまでは、はいはいはい、まあ、2も多分歩き速かったし、うん、まあ、でも02とかはちょっと、でも速かったと思うな、うん。太ってたけどね。あ、そうなんですね。で、5になって、なんかようやく、あのでっかい、まあ、102キロとかなんだけど、はい、その体型に見合った歩きの遅さ、そう、動き、はい、で一発が重くて、まあ、攻撃力高いみたいな。これね、俺サガットにしか見えんかったんよな。え、112キロ上がってますね。これ増量か。5の時102キロじゃなかった。ごついっすね。112か、両線確かにちょっとサガットに見えるよね。これなんか一説によると四天王を全部詰め合わせたっぽいですよね。 それ俺のコメントでもあった。ありました。まず、まあ、確かにサガットと言われれば、確かにサガットがあのボロかぶって、ボロがちょっとあのバイソンのちょっとフードっぽくて、髪が長くて、これバルログの髪 でサイコパワーでみたいな。ファイブも112キロ、かっこいいよ な、馬乗って出てきてラオみたいに。そう、謎だよね、あれ。そう、どういう出方なのかなって思ったけど、シンダハルズの、やっぱシンダハルズのボスキャラって絶対復活するんだよな。まあそういう、ここはね、もう本当にそう、これだけは、はい、カプコンも SNK もバンナム も、はい、もう定番、共通の毎回死んで毎回、まあ顔ですからね。そう、ボスキャラってベガとかもそうだけど、いや6月26か、もうすぐっすね、ほんまに。これでもベガを待ち望んでいる人は多いからね。いいっすね、ベンもやっぱり。そう、前にここに来てくれたあのプロブレム X の日本だと、まあ、ドグラさん、あとは中国のゼンとか、ゼンね、プノイモですよ。あ、そうだ、孫おろしのね、孫おろし、プノイやら、プノイモ使う、ガガパとか、ガガパいましたからね。ホットドッグもそうだね、うんうん、まあ、人気キャラだし、かっこよさそうな、うん、キャラ強そうだったし、これが6月26、もうすぐ使えますってことで、うん、楽しみにしておきましょう。楽しみだな。